どうも隊長です。超久しぶりのタイラジ、まあ、この画像知ってる人いる？いや多分いないと思うんだけど、知ってたらかなりの古参ですね。 A、 まあというわけで、まあ、PS5 プレイステーション5発売まで1ヶ月切りましたね。11月12日発売ということで、早いね。皆さんどうですか？予約戦争に無事勝てましたか？爆死しましたか？僕はね、一応あの僕ねPS5 普通に予約できちゃったんすよね。なんかすいません、世間は爆死したとか転売されて買えなかったって人いますけど、僕は普通に予約戦争から生還できちゃいましたね。まあすいません調子乗って、まあ、結構パソコンの前には貼ってたんで、まあ、あの予約戦争に参加してた人だったらわかると思うけど、あの日の午前10時頃はすごかったですからね。まず9時45分ぐらいからもう楽天はサイトがつながらなくなったんで、まあ、そこでもう僕はもう Amazon 一本に絞りましたね。もうめちゃくちゃドキドキしてた。だけどあれなんですよね、まだ安心できる立場じゃないっていうか、一応僕が予約した PS5 ってなんか Amazon 限定オリジナルデザインエコバッグって書いてあるんで、もしかしたらなんか5万円近いバッグがただ届くだけなのか、それとも、まあ、Amazon だと結構予約はしたけど在庫がなくて注文があっちの都合でキャンセルされるってあるので、うん、まだ全然安心はできる状態じゃないですね。まあ予約は一応現段階ではできてる、まあ、というわけで、まあ、早速 FIFA21 の話なんですけど、まあ、僕はね一応今作は PC 版からスタートして、まあ、かれこれプレイ時間50時間超えてるんですけど、まあ、据え置き機器の PS4 版はね、まだ買ってないです。はい、買ってない。だから PS5 の発売が近づいてきたら買おうかなとは思ってるんですけど、まあ、無償アップグレードできるからね。で、まあ、ちょっと50時間プレイしたんでね、FIFA21 のちょっと感想を、まあ、ざっくりですけど、言っていきたいなと思います。まあ、今作の FIFA21、どうですかね。まあ、オフラインモードしか触らない人間なんで、まあ、オンラインの FUT はどうなってるかよくわかんないですけど、まあ、今作遊んでみて感じたことは、まあ、進化したといえば進化した、進化してないといえば進化してないっていうね、まあ、矛盾してるんですけど、まあ、マイナーチェンジって感じが言い方正しいかな、うん、大きくは進化はしてないかなっていう感じです。まあ、ちょっと重度の FIFA 信者から怒られそうなんで、まあ、まず僕が感想を言う前に、これね、僕の感想ね、うん、僕の感想で意見なんで、はい、あくまでも人はどう思ってるかわからんけどね。でまずね、操作面とか AI の動きも抜きにするけど、まずキャリアモード今作は、まあ、トレーニングとかシミュレート、あとポジションのコンバートとか、あと買い取りオプション、まあ、これはまあ結構前にはあったんだけど復帰したって感じね。あとスケジュール調整とか、まあいろいろ新要素はつきましたよね。まあ、個人的にはあれはめちゃくちゃいい、うん、結構好き。まあ、これが進化したところでもあるよね。まあ、ただそれ以外は、うん、キャリアのホーム画面とか変わってないし、もうここ何年ね、日本語実況もひどいし、まあ、相変わらず選手キャリアとか進化ないし、バグとかね、なんか僕プライベートで選手キャリアやってるんですけど、なんかバグとかで2870年から在籍してるとかね、そういうところはもう治ってないんで、まあマイナーチェンジしたぐらいかなっていう印象です。まあそれでも全然楽しいけどね。まあ今年は例のウイルスの影響もあってわからんけど、なかなか開発も厳しかったのかな。まあそれでも進化してるポイントはあるんですけど、むちゃくちゃ進化したかって言われるとそうでもないですかね。うん。まあ、シーズンアップデートよりかはマシかな。ただ、本当に、大幅な進化というのは、個人的には FIFA22 かなとは思ってます。もう FIFA22 の話って感じですけど、まあ、ハードが変わるときって、ハードってPS4 から PS5、PS3 から PS4 とかそんな感じね。ハードが変わるときって、結構ゲームもめちゃくちゃ進化するんで、まあ、さすがに今年はそこまでなくても、次回作はね、多分、結構新しい FIFA が見れるんじゃないかなって個人的には思ってます。はい。で PS5 版の FIFA21 なんですけど、
まだね、ネット上ではね、PS5 での FIFA21 のゲームプレイ動画というのがちょっと探してもなくて、まあ、多分ね、まだ公開はされてないのかな。まあ、ちらほら、PS5、FIFA21 ゲームプレイ動画ってあるけど、まあ、中身は PS4 で操作してるだけの釣り動画がめっちゃ多いんで、多分まだ公開されてないと思うんだよな。もしあったら教えてください。まあ、一応公式のプロモーション動画はあるけど、これだけ見たら PS4 と違ってめちゃくちゃリアルになってますよね。汗の表現とかすごいですよね、これ。ただこれプロモーション用に作られたって可能性もあるんで、まだよくわからないけど、この綺麗さでプレイできたら最高ですよね。PS5 はね、4K 対応されてるんで、まあ、本当の綺麗さを味わいたいなら、まあ、4K モニターを買わないといけないんですけど、まあ、PS5 と一緒に買ったら余裕で10万近くなりますからね。マジで11月の出費やばい。で、そして FIFA21、この PS5 と PC 版ね。僕は今 PC 版で FIFA やってるんですけど、この動画見てる人ってほとんど据え置き機、その PS4 とか、あと今後 PS5 でやる人が多いと思うんで、まあ、PC 版あまり関係ない方いると思うんですけど、まあ、PC 版のいいところって、モッドが入れられるんですよね。まあ、固有じゃない選手が固有になったりとかさ、まあ、キャリアのホーム画面が変わったりして、あとはまあピエモンテとかがユベントスにちゃんとなったりして、うん、結構ね、楽しめられる要素は入れられるけど、で今作の PC 版の FIFA21 って、PS5 の次世代機に対応してないんですよね。まあ、どういうことかというと、だから PS4 と同等なもののグラとか、そういうのが同じぐらいのレベルですね。PS4 と PC だったらグラは PC の方がいいけど、PS5 といった次世代のバージョン、グラフィックには対応していないらしい。まあ、これネット情報ですけどね。だから進化した FIFA をプレイしたい場合は PS5 がいいんじゃないかなっていう感じです。まあ、だから今作はね、モッドを入れられる PC 版で遊ぶのか、グラとかパフォーマンスが向上された PS5 の FIFA を遊ぶのかで、ね、めっちゃ迷ってる。多分どっちも遊んでみるとは思うけど、多分 PS5 の FIFA、ユベントスがピエモンテのまんまだったりとか、固有じゃない選手がちらほらいたりするから、迷うとこだよね。いや、でも楽しみですね、プレイステーション5の FIFA21。操作感もちょっと変わるのかな。とりあえず届いたら PS4 とかの比較動画とか、あと、まあ、新しいキャリアの動画を上げていきたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。もう1ヶ月切ってるからね、もう即開封して即実況を撮ります。ということで、バイバイ。